大級は、陸軍中将。兵庫県加藤軍河井村出身。責任感の強い性格であったと言われる。また、陸軍大学校を卒業していない初位、無点組でありながら、中将にまで栄進した。1909年に、陸軍士官学校に入校し1911年5月、同校を卒業。同年12月、 不評勝位に任官し不評第40連隊付となる。東京外国語学校委託学生として中国語を学び、1917年に修了した。1921年4月、不評第40連隊中隊長となり、陸大副官、関東軍幕僚付水産公衆省配属商工、上海派遣軍司令部付 不評第68連隊大隊長などを歴任し、1933年8月、早稲田大学配属将校となった。独立不評第12連隊付を経て、1937年8月、陸軍大佐に昇進。留守第8師団司令部付不評第82連隊長を経て、1940年3月、陸軍少将に進級し、 ルス第11師団司令部付けとなる。太平洋戦争直前の1941年11月6日に南海支隊長に就任し、彼は戦死するまで、その身を南海支隊と共にする。太平洋戦争において、グアム攻略やラバウル攻略を指揮し、いずれも成功させる。しかし、1942年7月に始まった、ポートモレスビー作戦で戦死。 死後、中将に特進した。ポートモレスビー作戦では、最初こそ、日本軍の攻勢は成功したが、補給が続かず、日本軍は、次第に消耗していく。それでもポートモレスビーが冒険できるヨリバイワーを、攻略したが、ホリー少将は、作戦開始前から、作戦の難しさを理解しており、そのため、ヨリバイワーにおける戦闘が終わり、最終的に、 食料集めも、食料の人力輸送も困難であることが判明すると、ホリー少将は手に入れたより倍はの陣地を放棄して、9月25日に撤退を開始した。食料もなく、病人を担いでの撤退は、悲惨を極めた。日本軍は、上や敵との戦いで戦力を減らしつつ、出発地点のバサブアギルナブナを目指した。ホリー少将は、 参謀の田中豊成中佐らと共に、撤退の途中、11月19日、カヌーで食う、虫川を折り返路部内向かったが、11月23日、突風に煽られて、カヌーが転覆。泳げなかった、田中中佐は、間もなく溺死した。堀井少将は、重卒と共に海岸に向かって4キロメートルほど、泳いだが力尽き、重卒へ、堀井と、 田中はここで死んだと伝えてくれ。天皇陛下万歳。と言い残して海中へ没した。ありがとうございます。